右側のここの軸の径とここの径が合わない。そんなことってありますか。よし、じゃあそれではね、シム調整の方も終了したので、バンバンね、パーツの方を組み込んでいきたいと思います。はい、よし、ではね、もともとあったパーツをちょっと様子を見ながらね、順々と組んでいきたいところなんですけれども、冒頭でね、ちょっと、軽く、言いましたが、この、なんだっけ、シリンダーヘッド。そう。これシリンダーヘッドはね、このアルミ製のやつ。はい。強くお勧めしません。はい。シングルセクターだったらね、全然問題ないんだけど、ダブルセクターギアとかで、やっぱ、スプリングをね、M140 以上のものをね、組んでる際は、やっぱね、この、ピストン、シリンダーヘッドのここのね、なんだろう、振動がね、もろにこうメカボにダイレクトにね、伝わっちゃって、メカボがね、やっぱ破損する原因に、ね、なるということが、最近のね、ちょっと、また口も、長年って言ったらまだね、DSG やり始めて3年ぐらいなんだけど、そう、3年ぐらいやってね、だいぶ分かってきました。はい。やっぱね、アルミのシリンダーヘッドにしたものだけがなぜか割れんのよ。うん。で、なんだっけ、ポム樹脂とかね、こういう丸い純正とかで入ってる、こういう樹脂タイプのやつだと割れないんだよね、メカボがね。まあ、ここのところあんまりね、言及してる人いないような気がするんだけど、ただこれ言うとね、伝わる人は一定数いるので、多分ね、合ってんじゃないかなと思ってます。はい。なので、今回はね、その自分の、まあ、尺度のもと、そう、ポム自身のね、ピストン、シンダーヘッドに置き換えてあげようと思います。はい。ただ、いつも通り、こちら側にはね、跳ねないと1枚上乗せって感じですね。もともとついてるやつの上にもう1枚乗ってる、感じですね。はい。で、いこうと思います。で、もともとこいつについてた、ノズルですね。これシールノズルなので、まあ、そのままね、移植しておきました。はい。よし。というわけで、じゃあもともと使ってたね、シリンダーにこう入れてみて、ちょっと、ぬるぬるやね。OK です。じゃあ、いつも通りね、軽くこうね、シールテープでこれ巻いて、エア漏れ対策をね、しておこうと思います。はい。シールテープね、あんま使わない方がいいって人がいたり、まあするんだけど、まあ自分は別になんだろう、こういう程度だったらいいかなと思ってます。はい。シールテープあんま対応しまくるとね、分解して戻した時に、まあ同じコンディションにならないとかね、まあそんな話もありますが、開けて閉めるたびにまた巻き付けていいだけだと僕思ってるんで、はい。で、これ入れればね、かなり、よいしょ、隙間が埋まって、こっからはね、エアの漏れが、なくなる感じですね。はい。もうこれは脳死でやっといた方がいいと思います。もともとさっきみたいに、ここがね、ダブルシールになっていたり、もともとここが硬くて、もう絶対エア漏れねえべっていうぐらいね、こう、がっちり靴、がっちり入るようだったら、特にそれをする必要はない感じです。はい。よし、というわけで、じゃあこれです。もともと使っていたタペットプレートを乗せていきます。タペットプレートも特にね、不具合となかったので、そのまま使っていこうと思います。よし。じゃあ、次はトリガーかな。で、ちょっとね、ギアを、組み戻しながら、トリガーのお話をね、していこうと思います。はい。今回ね、リバイアさん、ジェフトロのリバイアさんなので、専用のトリガーとなります。はい。まあ、ただ、専用のトリガーね、まあ、使わなくても、ノーマルのトリガーをね、加工することによって、まあ、自分の好きなね、トリガーを使用することも可能なようです。はい。まあ、その観点と、コツっていうか、その、内容としては、これがね、リバイアさんの、トリガーなんですよ。そう、専用トリガーね。で、これが通常の、M4 のトリガー。はい。どこが違うでしょうか？はい。その通り、これ赤丸のとこね。そう、ここがね、飛び出てるわけよ。ここをね、スパーンってカットしちゃえば、リバイアさん対応のね、トリガーになるというお話だそうです。はい。まあ、ただ、せっかくね、リバイアさんのトリガーついてきたし、これはリバイアさんにしか使えないので、はい。
このトリガーをね、ありがたく使っていこうと思います。はい。で、このリバヤさんのね、純正トリガー、高さ調整、位置調整ができるようになってます。はい。要は、この辺で止めるのか、この辺で止めるのかっていうのを、僕がね、いつもやってる試作と同じ方法ですね。僕はいつもここにネジをね、突っ込んで、このネジをね、上下することによって、トリガーの位置をまっすぐにしたり、ちょっと斜めにしたり、僕はいつもまっすぐにしたりしたんで、まっすぐしたいがためにこれ入れてる感じですね。はい。その、試作は もうそもそも、やられているので、この芋ネジを突っ込んでね、やっていこうと思います。で、この芋ネジ、ネジロック剤をね、使わないと、緩んでいっちゃうと思うので、ネジロック剤をね、まずは落として、組み付けていこうと思います。細っ超細いなぁ、これ。OK です。じゃあ、これを、ピロピロピローって。はい、こんな感じで OK です。はい、と入れて、お、出てきたね、下からね。うん。OK。じゃあ、この下の突き出し具合でね、トリガーの高さが変わるの、高さが位置が変わるので、それをちょっとね、様子を見ながら、合わせていきたいと思います。ここね、ギュッと押した状態で、トリガーを前にギュッと、持っていけば大体の位置がね割り出せるので、できればこのトリガーはねまっすぐ立っててほしいんだよな。もうちょっと後ろかな、こういう感じかな。よし、これでどうかな。ギュッと押して後ろに下げる。もうちょっとやな、もうちょっとつうか、これいらなくね。いらない気がしてきたな。あ、もしくはあれか、徹底的に前に持ってってストロークをそもそも減らしちゃうとか、あ、それいいかもしんないな。あ、いいね、それやろっか。このね、このストロークをなくせるって話なんだよね。見栄えの問題じゃなくてトリガーの感触の問題でという視点でね、ちょっと攻めてみようか。で、これはね、視野が落ちた感覚を再現するためのバネがついてるんで、そう、板バネがついてるんで、それをねちょっと考慮しながら。これだと、ちょびっと引いて、視野が落ちて、ドンか。うん。いくよ。一番後退した位置。ちょっと動い、ちょっと行って、視野に引っかかって、ドン。ははは。悪くないんじゃない？この銃自体が、なんか、スナイパーとか、そういう向けじゃないんですよ。そう。だから、ほぼほぼゼロ視野でもいいかな。今、ほぼほぼ、ゼロになったな。もう、とすぐ視野が落ちる感じで戻る、で視野が落ちる感じ戻る。うん、いいね。ちょっとこれでやってみようか。ちょっとこれでね、もし、自分のね指が気に入ってくれるようであれば、今後もねこれちょっと使って、このリバヤさんのね電子トリガーを使った際にはこれをねちょっと採用してもいいかなと思います、はい、というわけで、じゃあちょっとねトリガーを取り付けまして、 OK、 もうこれを取り付けます。あー、ピストン忘れた。ピストンね、ピストン、ピストン、はい。ちょっとねグリスが引き取ってしまったので、グリスを、はい、適度に塗ります。最近ね、このベルハンマーのグリスもどこにでも使えるね、粘土だっていうことが分かったので、これ冬使ってもね、作動不良起きなかったんで、これをこのベルハンマーを使って組んだやつが2丁ともね、冬に作動不良起こさなかったんで、うん、今後はねちょっとこれを使っていこうかなと。本当はね、前はね、まあ、この間も言ったけど、なんだっけ、和光図のねこれを使っていこうかなと思ったんだけど、シリコングリースはね鉄と鉄が擦れるところにはちょっと向かないんで、うん、ゴムとプラスチックとか、そう、プラスチックと鉄とか、なんかそういうところにしかねちょっと向かない、ね思考のねグリースなんで。よし、というわけで、じゃあ、あ、もんねどういうこと？あー、出たよ。これ、ここの穴がちっちゃいタイプだ。めんどくさ。ここがでかくて、ここ入らんタイプだ。はいはいはい、わかりましたよ。穴の穴、調整すればいいんでしょ。これね、なんだっけ、前回、何で起きたんだっけ、ま、あ、そっか、デブグレーの方で起きたのか。うん。たまに違うんだよね。じゃあね、4.5 だね。で、こっちの中身が3、4だね。ってことは 0.5。4.5。4.5。よし、もう一回測ろうか。これはね、2度再生しましょうね。うん。よし、4.5 だね。OK。
じゃあちょっとね、4.5 でここグリ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 ってね、穴開けてきます。ふぎゃーメカボさ、締めようと思ってね、まあ、こう締めようと思って、こうやってやったらさ、なかなかこっち側閉まんなくておかしいなと思ったらよ。そしたらね、トリガーのここの軸の径とここの径が合わない。そんなことってありますか？マジかよ。SRC のメカボやべえな。と穴をねちょっと拡張しようと思います。はい。今3しかないので、3のね、ドリルの穴で、ドリルで開けようと思います。はい。もともと3なんだよね、ここはね。そう、あのギアの各軸もね、3ミリなんだけど、多分これ通らないはずで、ほーら通らない。ふざけてんすか。マジかよ。なんかムカついてきたな。ちょっと確認してみよっか。そう、3ミリのはずだよ。ほら、ね、2.97 でしょ。これ何ミリだよ。勘弁して。よし、せーの。よいしょ、OK。よし、これで3ミリの穴が開いたので、トリガーがこの中を通るはずです。ちょっと、いけそうだね。ああ、よかった、よかった。ゼロトリガーになったけど、なんか視野感ゼロだね。いいか。なんかもうどうでもよくなってきた。けどこれぐらいのトリガーストロークって結構ね、スピード QB とか、そうなんだっけ、あの室内競技系のね人たちって、こういうなんかちょっとしかトリガー動かないみたいなね、トリガー好きな人いますよね。あとトリガープルもね、バネ変えて軽くしたりとか。そうそう、その専用のねトリガーね、あの前にちょっと最近仕入れたんで、まあ、いつかね、ちょっと、ジュールカスタムするとき、ついでにね、紹介したいと思ってるんですけど、いっか、よし、もう試合いい。めんどくさくなった。よし、じゃあちょっとね、視野感はね、ちょっと諦めて、もうトリガーストロークがね、限りなく、少ないっていうね、ということにしましょう。はい。OK です。じゃあ、トリガーは OK なので、あとはもう、なんだっけ、メカボをね、組み戻すだけかな。よー、サップをしておきましょう。ああ、そうそうそう。僕ね、最近、こういうところはね、ベルハンマーのね、スプレーを使うことにしてます。はい、こういうとこ。あと、こういうとこ。結構ね、摩擦係数が激しいところ。にはね、こっちの方がなんか楽かなと思って。なんかグリスをね、中に塗り込むのがめんどくさくて、そんだけの話なんだけど。まあ、この手のやつ使うと飛び散る可能性があるので、ほんのちょっとでね、いいんでね、量はね。はい、よし。もう本当はね、グリス塗った方がいいですよ。はい。決して真似しないように。僕はちょっと勝手が分かってるから、このグリスをね、塗布してるだけなんで、はい。飛び散る可能性の方が高いので、決して真似はされない。よし。というわけで、じゃあ忘れ物がないかどうかを、ちょっとね、チェックをしていきながら、バンバン戻していきましょう。このバネ、超柔らけえな。よくこんな柔らかいバネね、今まで秒間40とかで球弾できてたね。あ、だいぶ弱いよ。もういいのこれで。嘘だ。こんなんで秒間40でいけんの？っていうぐらいね、やばい。変えてたものを戻すだけなんで、ね、問題ないと思います。じゃあ、バネ入れた、タペットプレート入れた、グリスアップも OK。 じゃあ次は、バネと、なんだっけ、スプリングガイドの方をね、使っていこうと思います。組み込んでいこうと思います。はい、今回使うバネレートは M145、はい、私めは最近愛用、よく使ってるね、中途半端なスプリングレートを、使っていこうと思います。はい、いやーこれ150っすね。マジか。こう変えとこう、手で縮めればね、わかるんでね。うん、よし、これ150だ。もうカットすんの面倒くせえしな。 150OK、 ちょっと140を探してきます。よし、
145ありました。また別のメーカーのやつですね。はい、まあ出どころはありですそう、最近ありね、この145出してくれてたショップなくなっちゃって潰れちゃったんだよね。残念ながら今145の入手経路がねちょっと今なくて、ああそうそう、これ145だね、合ってる。 OK、 そう今ね AIP かな、が145出してるので、まあ、AIP にねちょっと乗り換えようと思って今探してるの。もう国内はどこも在庫がなくて、145なんて中途半端なやつ使う人、まあ、2年もんな、そんなな。汚いけどね、最近ね145がもうマジで勝手が良くて、145に DSG とね、なんだっけ、短いねバレル、タイトバレルパーって組めばもう一発で流速が出てね、ちょうどいい80後半から90前半のね初速が出るっていうね、もう黄金レシピをね発見しちゃったんで。あ、そうそう、黄金レシピといえば、そう、もうこの段階ではまだね、制作途中だと思うんですけど、そう、その黄金レシピをね、まあ、再現した、カスタムキットみたいなやつをね、今後ご提供、皆さんにしていこうと思うので、まあ、もしね、興味のある方は、購入していただければと思っております。はい。もうね、そう、今、それの、パーツ構成をね、悩んではいないんだけど、そう、モーターをつけるかどうするかってことを悩んで、そう、モーターつけちゃうとさ一気にコストが跳ね上がるから、なんかそれあんまやりたくねえなーと思いつつ、やっぱりいろんな人にね体感してほしいと思ってるので、やっぱモーターつけてねオールインワン化した方がいいかなとか思いつつ、そう、まあ、最初のね5セットなんで、まあ、ちょっと様子を見ようかなと思ってるんですけど、まあね皆さんにご提供できるようになったら、またね、お知らせしたいと思いますんで、はい。よし。で、ここもね、この、ビルハンマーで済ましてます。潤滑。じゃあ、おらーっと入れて、よし、入った。オッケー。よし、オッケー。で、これドアこそそそチャイナガラフレフレイカボー閉じマックス、せーの、バーン、よっしゃー、いい感じだね、おっしゃ、来たオッケー、最後が入らん、あれやね、ピストンがずれたんだ。こういうタグは大抵ピストンのずれなんだよね。ピストンね、こうどっちかに押してあげるとうまく入るはず。違うね、あースプリングガイドかな、あれ違うな、なんだやっべこれ忘れたOK です、じゃあやってきます